通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、我らが親善大使レイチェル・ゼグラーさんの続報になります。昨日ですね、このレイチェル・ゼグラーさんがトランプの支持者たちの不幸を願ってしまったという話題見てまいりましたが、なんとですね、この大変なバックラッシュを受けまして、レイチェルさんあっさりと謝罪をしました。これはどうですか皆さん、レイチェルさん本当にね、自ら進んで謝罪をしたんでしょうか。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらね、見えておりますが、ちょうど昨日ですね、お伝えしましたこのレイチェル・ゼグラーさん、まあ案の定ですね、トランプが再選されたことにより発狂いたしまして、もう長い長いお気持ちをインスタグラム上で発表したんですね。これがですね、ストーリーの投稿なんですが、しっかりとスクショが撮られていまして、11月の13日にこれが拡散されました。するとですね、案の定これが大炎上いたしまして、まあ当然ですよね、トランプとトランプの支持者ですよ、これをね敵に回してしまうということは、アメリカのですね半数以上を敵に回したということになるんです。つまりこれまではですね、まあただね、付け上がった子供が騒いでるぐらいで見逃されていた部分もなくはないんですが、ちょっとね今回ばっかりはシャレにならなかったんですね。本当に文字通り大炎上しました。するとですね、その大炎上からたったの2日、このレイチェルさんこのようになりました。白雪姫のスターレイチェル・ゼグラ、トランプの支持者に平穏を得られないようにと願うプロフェインな投稿について謝罪ということで、早速ですがこちらですね、プロフェインとあります。こちらが本日のキーワードになります。プロフェイン、神や宗教に対して敬意を示さないことということで、こちらのプロフェインというのは冒涜的な、不敬なという意味になります。まあ俗悪なとかね、まあこういったネガティブな意味合いを持つんですね。そしてね、ここにちっちゃくフォーマルとありますが、これはですね一般的にまあこうカジュアルにね使われる単語ではありません。例えばね、失礼なという時は rude、 こう攻撃的とかね言いたいのであれば offensive、まあこのような単語がね一般的に使われるので、ですのでこちらの場合はね、まあカジュアルな言い方ではなくて、少しね、まあこのやったことに対して重みを持たせているというような感じですよね。ということで、こちらは白雪姫の主演レイチェル・ゼグラ、トランプ支持者に平穏を得られないようにと願う冒涜的な投稿について謝罪ということで、なんとですね、あのテコでも謝らないレイチェル・ゼグラーさん、今回ですねあっという間に謝罪しました。何があったんでしょうか。レイチェル・ゼグラーはドナルド・トランプ次期大統領とその平穏を望まなかった支援者らに対してソーシャルメディアでの暴言を謝罪した。そしてその内容ですね、先週インスタグラムでシェアした選挙に関する投稿について心からお詫び申し上げますと彼女は書いた。私は感情に流されてしまいました。憎しみと怒りが私たちを平和と理解から遠ざけてしまいました。否定的な議論に加担してしまったことをお詫びいたします。彼女は感情的だったと付け加え、誰もが意見を言う権利があり、より良い明日に向けて積極的に貢献することを誓った。ディズニーの古典ストーリーのリメイク版で白雪姫を演じるゼグラーは、選挙後にインスタグラムストーリーにトランプ氏とその支持者に対する冒涜的な攻撃を投稿。カマラ・ハリスに対するトランプの勝利と、トランプ氏に投票した国に対する嫌悪感を表明した。ということでね、まあ、その投稿というのがこちらになるんですが、皆さん、先週、インスタグラムに投稿した選挙関連の投稿について、心からお詫び申し上げます。感情に流されてしまいました。ヘイトや怒りは、私たちを平和や理解からますます遠ざけてしまいますが、私もその否定的な議論に加担してしまったことを反省しています。今週、多くの人にとって感情的な週となりましたが、たとえ私の意見と異なるものであっても、すべての人が自分の意見を持つ権利があると強く信じています。私はより良い未来のために建設的な貢献をすることに尽力しています。ということで、なんとですね、今回あれだけですね、長い長いお気持ちを表明して、自分の意思というのをはっきりと伝えたにもかかわらず、ね、トランプに F ワードを使い、その支持者たちを散々罵倒したにもかかわらずですよ、その意見をですね、丸ごと撤回しました。すごいですね。すべての人には自分の意見を持つ権利があると言ってるんですよ。トランプの支持者を悪魔のように言っていたにもかかわらずですよ。いや、これはね、ちょっととても本心から言ってるようには思えませんよね。どうですか皆さん。彼女はこう書いている。この男の解くことを支持する人の数は恐ろしいほどだ。メーガン・ケリーは木曜日、これはあの保守系の言論人ですね、番組での激しい非難の中でゼグラーを豚と呼んだ。まあこういった場合のね、ペッグというのは、こう無神経とかね、攻撃的とか、こう傲慢な態度を指すときによく使われますね。ハロー・ディズニー、もう一度映画を作り直さないといけないんじゃないんですか。だって、こんな馬鹿げたナンセンスよりも、はるかにマシな理由で、ジーナ・カラーノを解雇したんだから、と、FOX ニュースの元司会者は語った。And she's
very, very upset about the Trump win. Okay. Here is, this is a post she made on X. Here's what she posted. And by the way, she's starring right now on Broadway's Romeo and Juliet. So don't go see that. Okay. She writes, hello, Disney. You're going to have to redo your film again because this woman is a pig and you fired Gina Carano for far less than this nonsense. プクタはね、これが理由で、なんかね、ディズニーに言われたんじゃないかなと。まあ、あくまでもね、プクタの個人的な考えになりますが、これね、実は言ってる人結構多くて、これについてはですね、以前も見ました。こちらですね。ディズニーとジーナ・カラーノの訴訟というのが、現在ですね、絶賛進行中なんですね。ディズニー、ジーナ・カラーノのマンダロリアン解雇をめぐる、裁判延期の試みで敗訴。性差別訴訟は来年陪審員の前に出る。こちらに見えております、あの、マンダロリアンのね、ジーナ・カラーノですよ。これがですね、その発言により、ディズニー、そしてルーカスフィルムから解雇になっているんですね。そしてルーカスフィルムはかなりですね、このジーナ・カラーノに対してひどいことを言っておりまして、もう二度と雇わないと、もう永久解雇、バンですね。まあ、このように宣言してるわけです。そして現在ですね、このジーナ・カラーノはどのようにして訴訟を起こしているかと言いますと、ディズニーにはですね、政治的な発言をしている人というのはもういくらでもいるわけですね。ペドロ・パスカルもそう。そしてあのマーク・ラファロもそうですよね。アベンジャーズも本当にそうなんです。まさにあれですよ。にもかかわらず、このジーナ・カラーノだけが解雇になっているんですね。で、これはなんでなのというと、このジーナ・カラーノが保守派の人間だったからなんじゃないかと、まあ、このような形で攻めてるわけです。そして現在ですね、ここまでの訴訟に関してはジーナ・カラーノ連勝しています。ディズニー負けてるんですね。そして来年その本番の訴訟というのはあるわけです。ですので、このですね、大使が騒げば騒ぐほど、このジーナ・カラーノの主張というのが正しいということを裏付けてしまうんですよ。現在このディズニーというのは何が何でもこのレイチェル・ゼグラーを擁護しないといけない立場なんですね。もう莫大な予算をかけて白雪姫を作ってしまってます。そして公開まであと半年でしょうか、まあ、もうすぐ公開なんですね。このタイミングなんですよ。ここで暴れられてしまうと、解雇もできなければジーナ・カラーノの訴訟も不利になってしまうということで、まあ、多くの人がですね、ディズニーもしくはまあエージェントですね、ここに謝罪するように言われたんじゃないかと、まあこのように見られているようですね。そしてですね、本当にね、これいかにタイミングが悪かったかという話なんですが、このね、レイチェルさん持ってますよ。こちらですね、昨日もご紹介しました、あのレイチェル・ゼグラーのね、ストーリーをスクショしていたステファニーさんですね。まあ、この方の投稿がきっかけでね、炎上騒ぎになったんですが、こちら見てください。2024年11月13日なんですね。この日にこれが拡散されまして、大炎上につながりました。これね、13日です。よく覚えておいてください。するとですね、こちら見ていただくとわかりますが、ここ見てください。11月14日、その翌日ですね、こんな記事が出てしまったんです。コムキャスト、ディズニー、IBM など、広告停止後に X へ戻る。コムキャスト、IBM、ディズニー、ワーナー、ライオンズゲートなど、X のかつての主要広告主は以前よりもはるかに低い割合ではあるものの、今年、同プラットフォームへの広告支出を再開した。ということでね、まあ、あの、イーロン・マスクのね、ユダヤ系のあの発言により、これらのプラットフォームというのは X をボイコットしていたんですね。なんですが、今年になってですね、まあ、かなりね、低い割合ではあるものの、広告をですね、再開しているというんです。この記事がですね、ゼグラーの炎上の翌日に出ました。つまり、あのゼグラーはですね、あの炎上騒ぎの中で、このイーロン・マスクをトランプを支持していたからという理由で批判し、X をボイコットするようにフォロワーに呼びかけていたんですね。要するに、ディズニーがスポンサーをしているプラットフォームをボイコットしろと言っちゃっていたわけですよ。これやばいでしょ。しかもこの完璧なタイミングで、これをね、ディズニーの白雪姫が言っていたという、まあ、とんでもないことになってしまっていたんですね。ですので昨日見ましたこちらの発言というのはもうね、何重の意味にもやばかったわけですよ。現在ですね、こちら見てみますと白雪姫のトレーラーですね。はい、見てください。再生回数ね、1060万回、すごいですね。そして高評価ですね、たったの 9.6 万件しかついていません。そして皆さん見てください、低評価が133万件です。もうね、10倍どころじゃありません。まあこのようになっているんで、ここからさらにですね、アメリカ国民の半分以上を敵に回し、そしてディズニーがスポンサーするプラットフォームをボイコットするように呼びかけてしまっていたというわけなんですね。あなたの感情に責任があったと述べることは謝罪ではありません。それは謝罪の枠にはめられた説明であり正当化です。それは彼女が立場を変えていないことを意味し、また感情に流された時にはいつでもそこを離れてしまう可能性があるということになります。まあそうですよね。感情的になっていたということは、また感情的になれば同じことを言うってことですからね。つまりは本心は違うよと言ってるのと同じでしょと。トランプ支持者として長年活動してきた私にとって、感情に流されることを許すリベラル派の謝罪は受け入れることができません。私は感情に基づく発言や行動は、
その人の本音を表しているということを学びました。私たちは感情に行動を支配させるのではなく、物事を客観的に見る方法を学ぶ責任があります。はい、ということで本日はですね、昨日お伝えしましたレイチェル・ゼグラーの炎上騒ぎを受けて、本人がこれを早々に謝罪したという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。いやー、今回ですね、これもね、謝罪するという異例の事態になりましたが、まあ、これがね、いかにやばいことだったのかというのがね、お分かりいただけたんじゃないかなと思います。ちょっとただごとじゃなくって、これまでとは違う炎上騒ぎだったんですね。まあ、本人もね、かなり焦ったんじゃないかなと思いますが、まあおそらく誰かに何かを言われたんでしょうね。まあほとんどの人がそのように見ているようですね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。